利上げは大変重要です。ただ今の政府の案は規模が小さすぎです。保育士や介護士月9000円で全く足りません。全産業平均にならすれば8万円は上げないと足りない。 まず規模が全く足りない。それから実質賃金が実は下がっているのは消費税増税したタイミングで大きく下がっています。私はやっぱり消費税は廃止、インボイスも廃止すべきだと思います。消費税が社会保障の財源に使われているのは事実ではありません。消費税がこれまで導入されてから入ってきたお金の7割は法人税の減税に使われているわけですから、その辺も考えてですね、消費税はぜひ廃止をしていただきたいと思います。